どうこちゃ、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただきたいと思います。皆さんってガジェットポーチって持ってますか？結構ね、僕のチャンネルとか見てくれてる人はね、多分持ってる人多いと思うんですけれども、まあこういうふうに MacBook とかね、スマホとか持ち歩いてると、大体ね合わせて必要になるのが、充電のケーブルと、あとはねこう USB-C のハブとか、あとモバイルバッテリーとかね、いろんなものをこう一緒に、ね、持ち歩かないといけないと思うんですけれども、そういうのをね何かひとまとめに、するねポーチみたいなものね、多分ね皆さん持ってると思うんですよ。で、僕もねもちろん、それ持っていて、最近まではまあ、動画でもご紹介したんですけれど、無印良品の、メイクポーチですね、メイク用具とかね入ってるねポーチを、使って、その中にね、ガジェット類入れてたんですけども、先日ですね、僕の知り合いのメーカーさんで、まあ、ガジェット向けのねポーチ作ったんで、よかったらねちょっと試してみてくれませんかっていう形で1個ね送ってもらったものがあるんですけど、それがね結構よくって、今ね使ってるので、今日はね皆さんにもそれをご紹介したいなと思ってます。でもうね早速手元にあるので、これご紹介しちゃうんですけど、これですね、遊牧東京さんっていうね、メーカーが作っている、デイズポーチっていう名前のポーチですね。まあ、こんな感じで、まあ、ちょっとね、四角い形をしたポーチなんですけども、意外とねこれがよくって、まあ、どんなとこがね良かったかっていうのをね、ちょっとお話ししたいなと思います。早速ねちょっと見ていこうと思うんですけれども、こんな感じで外観はですね、ナイロンの、素材を使った四角いねポーチになってます。まずねこのポーチね触ってみて、あ、ちょっとねまずいいなと思ったのがここですね。ここのジップのところが、止水のジップになってるんですね。バッグとか詳しい方はね分かると思うんですけども、こう止水のジップにすることによって、このジップの間からね、水分が入らず、中のね電化製品を守ってくれるってものですね。このジップね、あんまりこのポーチ使ってるもの、多くないので、これはね結構好感触ですね。で、あとねここのね、ジップを開けるこの紐ですね、ここも、すごくよくできてるというか、こんな感じでね指を引っ掛けても痛くないようにね、ガードがついてるんですね。なのでこれでこうガーッとね開いても、指をね全然こう痛めることなく、負荷かけることなくね、これで開くことができます。でこのデイズポーチね、やっぱり、まあ、いいところねいくつかあるんですけども、その中でもね一番やっぱりこういいなと思ったのは、もうこれですね、こうガバッと開けると分かると思うんですけど、こんな感じで、中身にね、仕分けがしっかりされてあって、こうやってね立てておいた時に上から一覧で物が見れてね、すごくね視認性がいいんですよね。こんな感じで、サイドにねポケットが、1つ2つ、3つ4つって形で、4つのねポケットが、このサイドについています。そしてその真ん中にね、ちょっとこの広めのスペースがあって、持ち物をね小分けに入れることができます。で僕はどんな感じで使ってるかというと、このね、ポケットのところにですね、こうちっちゃな、ね、小型のモバイルバッテリーとかを、入れて持ち運んでたりとか、あとはねマイクですね、外付けのマイクをこのポケットの中に入れてたり、でその反対側にはねケーブルとか、あとはね、アンカーのですね AC アダプターですね、MacBook 充電する用の、充電器ですね、これが薄型なので、ここのポケットにスッと入るということで、中に入れて使っています。で、まあ、ここまではね、結構他の、ケースたくさんあるんですけれども、さらにね、これいいのが、この中にですね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、こんな感じでチャックがね、1個ついてるんですよ。なので、ちょっと薄型のものとかね、このチャックの中に入れておけるっていうものですね。で、このね、チャック、この隠しチャックみたいのが、実はね、この正面にもありまして、この正面の、このね色違いの部分が、これまたポケットになってるんですよ。でここにね、何か物を入れることができるんですけど、この中にもねまた、ちっちゃくね隠しポケットがついてます。なのでこの中にね、薄手のものが入るっていうことですね。で僕はねこの中には、サブで使ってるような、こういうねケーブルですね、サブで使ってる、ケーブルを入れてたりとか、あとはねこんな感じで MacBook の、画面用服ねクロスとかをこのね、中の薄いねポケットに入れています。ポーチにおいて僕にとってね結構大事なポイントとしては、このねポーチ自体がこうやって立つっていうのもすごい大事なんですよね。
デスクをね結構、まあ、変えてというかいろんなところで作業することが多いので、こう身の回りのものをねこうやって置いて、でそこをねすぐに取り出せるっていうのがね結構ね個人的には、ね、大事だったりするんですよね。もうこのデイズポーチはね結構ねフレームがしっかりしてるので、置いた状態で中身をねこうやって、縦でね上から取り出せますっていうのはねいいところですね。あとこれはね触ってみないと分かんないポイントなんですけど、このねデイズポーチのこの上側のこのね、蓋の部分といいますかね、この上部のチャックの部分なんですけど、ここにね結構、こだわりが詰め込まれてるなと思ってまして、何かというと実はですねここね形がへたれないようにこの枠に沿ってちょっとね針金みたいな鉄のねパーツが入ってるんですよね。なのでここの、入り口ですね、これはガマ口のようにガバッと開くんですよ。こうやってガバッと開くんですけど、これね普通の、ポーチだとねこうはならないんですよね。ここにねしっかりと芯が入ってるからこうガパッと開いて、まあ、ガパッと閉まるっていう形で、ここのね、骨というかね、芯の部分すごいねこれはねよく考えられてるなと思いました。あとリュックサックとか、こういうね構造のもの多いんですけども、それをねこのポーチに応用したのがね、すごいなと思います。で僕はね最近このデイズポーチを、ガジェットのね、アクセサリー用品を入れるね袋として使ってるんですけれども、まあ結構ね僕の場合荷物が多いんですよ。さっき言った通りこうマイクだったりとか MacBook 用のねアダプターとかね結構持ち運ぶものが多いのでこのサイズにしてるんですけども、最近ね同じ遊牧東京さんから、こういったね小型のモデルも出たんですよね。こうやってちょっとちっちゃなサイズで、ここら辺のね上の止水のジップとか骨組みの構造は同じものっていうのが出てます。なので、まあ、モバイルバッテリーとか、まあ、ちょっとしたね充電ケーブルだけ持ち運ぶっていう人はねこれでもね全然いいのかなと思ってます。でこっちのね通常のデイズポーチはもう Amazon でも普通に発売してますし、こっちの、ミニサイズはね今クラウドファンディングやってるので、まあ、ちょっとね欲しい人はそちらチェックしてみてください。でこちらのね小型のモデルはねこんな感じで、ストラップが付属していて、肩からね、かけることもできるのでこれをねちょっと出かける時にね、ちょっと小脇に抱えるっていうのもねできるかなと思うんですけども、これちょっとね僕的に使えるなと思ったのはちょうどね、レンズ1本分ぐらいが入るんですよ。こんな感じでカメラのレンズをこのね、デイズポーチのミニバンにね、入れてあげると、そうすると、こんな感じでね、レンズをね持ち運んで、好きな時にねレンズ交換ができるっていう形なので、これはね結構意外とこのサイズもね使いやすいんじゃないかなと思いました。はい、まあ、というわけで今回は、僕が最近ね、使っている、まあ、ガジェットポーチですね、このデイズポーチってやつを、ちょっとね通常版とミニサイズっていうのをご紹介させてもらいました。まあ、結構ねガジェットポーチって、まあ、持ち運ぶものが人それぞれ違うので難しいジャンルではあると思うんですけれども、まあ、これはね、まあ、いろんな用途に対応できるね、よくできたポーチなんじゃないかなと思いました。はい、まあ、一応概要欄に、説明書いておきますので、よかったらそちらを見てみてください。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりにするんですけれども、もしこの動画が良かったらですね、いいねもしくはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのほういちでした。バイバーイ。